2015年新鮮土砂法事故は、2015年12月20日午前11時40分に、中国関東省新鮮市工業新区法社尺に、ある、久し康弘工業園で発生した、大規模な土砂崩れ事故である。中国共産党総書記の習近平と、国務院総理の李克協は、全力で救出に当たるよう指示した。消防や警察が2000人が出動し、 救い人作業に当たったという。人民日報の報道では、初期調査では、近隣の工事現場から運び込まれ積み上がっていた残土が土砂崩れの原因だった可能性が指摘されていると伝えている。2015年12月20日午前11時40分、関東昇進選手工業新区法王区の日差し、安広工業団地内で大規模な土砂崩れが発生し、 付近の工場や民家など33棟が倒壊したり、埋まったりした現場からは約900人が避難したが、男性59人と女性32人が行方不明。中国共産党中央総書記、国家主席、党中央軍医主席の習近平と国務院総理のり、活強の二人は全力で救出に当たるよう指示した。国務委員。 公安部部長の応援とする国務員の対策チームが現地に派遣された。新鮮市長のキョツトムは北京の会議を緊急収し、新鮮市に帰り、現場で救助活動を指揮していた。2015年12月25日、中華人民共和国国務院、新鮮公明新区、1220活派災害調査組の調査認定によって、この事故は地滑りではなく、 人工赤土による埋め立て地の活動であり、自然地質災害ではなく、生産安全事故であった。ありがとうございます。